カノーポ級フリゲート級は、イタリア海軍が運用していたフリゲートの艦級。なお、半月遅れて寄港された、チェンタウロの方が先に巡航したことから、こちらを、ネームシップとして扱って、チェンタウロ級フリゲートと称されることもある。本級は、イタリア共和国憲法体制下のイタリア海軍として、初めての国産フリゲートであり、第1次5可年計画中の1950年計画より、 建造を開始した。なお、カストーレ、チーニョの建造費は、アメリカ合衆国の総合防衛援助計画によって、賄われた。対空操作レーダーとしては、当初は、マイクロラムダ社の MLA-1 を搭載していたが、1960年に、全艦で、アメリカ製のアン SPS-6 に換装した。また、対水上操作レーダーも、当初は、 アメリカ製の SG-6B を搭載していたが、後に国産の SPQ-2 に換装された。ソナーとしては、当初は、アン s q s 1 1 a を搭載していたが、後にアン s q s 4さらにはアン s q s 3 6に換装された。手法としては、当初は、 SMP3 ソブラポスト62口径 76mm 連装砲が搭載された。これは方針を上下層連とした独特な設計を採用していたが、維持管理に手間がかかった上に動作不良が多発し、後に単装版のみ、アラーガトに乾燥した。手法違反は、オフィシンガリレオ社の OG-2 を搭載したが、これはアメリカのマーク57に相当するものであり、 火器完成レーダーとしては、アメリカ製のマーク三十九のイタリア版である m l t 四が用いられていた。後にこれは o g 三に換装されたが、これはアメリカのマーク五十六に相当するものであり、r t n 七 x 火器完成レーダーを用いていた。機銃用の射撃式装置としては、同社の o g 一を搭載したが、これはアメリカのマーク 51のカウンターパートであった。1952年5月にコストルツ用にナバリティグリオ社とアンサルド社で一隻ずつが寄港され、また1954年から1955年にかけて CNT 社でさらに二隻が寄港された。ありがとうございます。